Thank you.
もしもし。もしもし。あ、今。あ、オッケー。今 YouTube 撮ってるわ。出演しますか？声だけ。いや、大丈夫です。あの、よもやものポッドキャストのベトナムにいる方です。いや、もう強制的に出演させられてるわけですね。大丈夫。名前は出してないから。いや、最近あの、あれを撮ってるんですよ。あのデイリーライフブロガーみたいなやつ、 Vlog 的なこと。いやでもなんか Vlog ってさ、みんなこうなんか今日はカフェに行きましたとかどっか行くじゃん。あー、編集してね、うん、なんか一日何食べたとかどこ行ったとかを切り取るじゃん、うん、でもあれってもう用意されてるものじゃん、うん、だから見ててもさ、もうおしゃれカフェ行くよねとかさ、うん、焼肉食べるよね、なんかもう割わかそのために行ってるじゃん。じゃなくて、なんかガチでカメラを1個置いて、うん、本読んでるとかコーヒー飲んでるとかをなんかリアルに10分ぐらいをまとめて、うん、まあ、完全な自己満やけど誰も見たくないけどそんな動画、うん、なんかそれってリアル Vlog だな、なんか人生を切り取るなって感じで。なるほど。そのおしゃれコーヒーに行くっていうののアンチテーゼ的な。あえて綺麗じゃない生活を。まあてか普通、うん、普通の生活をするだけ。ああ。いや興味あるなと思って、俺他の人のさ普通の生活に。うん。だって毎日あんなおしゃれに暮らせないじゃん。そうね。いやすごいなと思うんだけど、あの撮影の時だけでもあんな綺麗にやってみたいなみたいな。ああそうね。全部8ミリで撮るとか。ああ、そう、それもやってみたこの前。カメラのフィルターすぎるわ。インスタのスーパー8ミリだっけ。うん、いいよね。しかもあれ画質がね 720p で撮られるから、うん、落ちるんだよ普通の iPhone の画質より。あー、なるほど。だからそれもちょっと逆にいいなって思って、うん、もう 4K 言われてる時代にさ、うん、720で撮るっていうちょっとこの逆に言ってる感じ。しかも画角もすごい狭いじゃん、うん、でも逆にちょっとズーム効果があってさ、うん、ギュッとこう視点を自分の目で見た時の視点の通りみたいな、うん、いやあれでベトナムホーチミンをぜひ切り取ってください。楽しみ。まあちょっとですね、せっかくなんでいろいろ今結構集中して、あのセニカの生の短さについて読んでた。いやちょっとね、セネカ聞きながらヘリオスっていう、あの遥か中村さんっていう方の作品、音楽聞いてて、なんかねちょっとそっち系の、そっち系っていうか、なんて言うんだ、そういうのを聞きながら読むとスムスム、なんかどんどん進んでいくなって思って。いつも本を読むんですよ彼は。めちゃくちゃ。あ、そうか、 YouTube。はい、YouTube 中ですよ。本何を、何がお好きですか、本は。何がおすすめ、え、むずいね、小説。小説でもまあなんかいきなり難しい本はみんな読めないと思うから。いや、そんな難しい本読んでないですけど、どういうあれで答えればいい。今年読んだ本とかそういうこと。ああ、今年読んだ、じゃあベスト3みたいな。今年読んだベスト3は、そうですね、
一つはそんな難しくはないと思うんだけど、あの章野純三、章野純三日本の作家がいるんで、第三の新人っていう世代の作家がいて、うん、あのちょうどほら吉行淳之介とか、うん、遠藤周作とかあの辺りと同じような世代、うん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 、戦後になって本格的に活躍しだしたような作家の世代がいる。うちの一人の章野純三っていう人のプールサイド象形と生物っていう、こう、まあ、短編集ですね、うん、これ新潮から出てる短編集、プールサイド象形あった、うん、すごい。俺まだ章野さんね一冊しか読んでないけど、うん、すごい面白かった。プールサイド象形、みすず書房の、でなんか例えば太宰とかみたいになんかすごい個人の葛藤を書くとかいう感じでもなくて、うん、なんかこう割とこう普通に暮らしてる市民のなんかこうささやかな幸福がいかに脆くて崩れやすいかみたいな、うん、なんかそういう短編が多くて、うん、なんか今のこのご時世にいいですね。そうですね、結構これは面白いと思うんだけど、うんうん、面白そう、読んでみよう。これ文章もすごくその古さが全くない、うんうんうん、結構読みやすいと思う。1954年の作品か、55。うん、じゃあ1冊目はこれですね。じゃあ2冊目は2冊、小説でとりあえず3冊選べばいいんですか、全部合わせてでいいですか。全部合わせてでもいいよ。全部合わせてでもいいか、なるほど。そうしたら、え、じゃあ、まあせっかくだからもう一個その、あの日本文学でいくと、あの谷崎なんだけど、うん、谷崎潤一郎の猫と肖像と二人の女っていう、まあ、短めの中編小説かな、うん、があって、これすごいいいですね。猫と肖像と二人の女、あれ肖像ってさっきの人、あ、あれさっきの章野純三、ああかぶってた、関係ないよ、関係ない、肖像ってその登場人物の名前、ああびっくりした、あいいですね。そう、これはなんか、まあ、谷崎なんだけど、そんな別にあの春金賞みたいな感じでもなく、うん、あの何そのセクシャルな話でもなくて、なんか割とコメディなんだよね、うん、軽めので、の主人公が肖像って人がいるんだけど、この人バツイチなんですよ、うん、でバツイチでもう猫を溺愛してんのね、うん、でなんかもう猫を溺愛しすぎて、その、うん、猫に今の妻が嫉妬してて、元妻も嫉妬してるみたいな。おーおー、なるほどね。なんかね、可愛らしい話ですよ、非常に。元妻も嫉妬してるんだ。元妻もなんか育てもある。え、それが理由で別れたの？いや、まあちょっと猫はもうそうね、一つ理由みたいなところはある。理由っていうか、あとで考えてみたらこれ一つのとっかかりだったよな、みたいなところはあって。猫と肖像と二人の女、いいね。なんかそこまで猫を溺愛してたってどんな人なんだろうって興味持つわ。うん、すごいね。これは短い短編？短い107ページか。そんなに長くないですか。で、この猫と肖像と二人の女はあの中古文庫からなんか他のなんかこうドリスっていう未完のちょっと短い作品と一緒に入ってるから、うん、結構薄い、読みやすいです。ありがとうございます。じゃあ最後3つ目をお願いします。最後はね、ちょっとじゃあ小説を外すとちょっと触れやすいところでいくと、そうだね、じゃあご存知だと思うんですけど、はい、皆さんご存知、ちくま新書の完全競争マニュアルでどうでしょう。おお、入ったんだねそれ。いや、ちょっとね、入るかわかんないけど、いや普通にキャッチーで面白いじゃん。完全競争マニュアル。いや別に正直その今年読んだ本ベスト3で最後にあげるようなものじゃ全然ないんだけど、うんうんうん、ぶっちゃけなんかこう、なんだろうな、宗教っていう構造をすごくメタ視してくれるのはこうやっぱ面白かったよね。なるほど、ありがとうございます。普通に笑える、でも笑える、笑える、軽く読める、なんか自己啓発本、
教祖になりたい人向けの自己啓発本と思えばなりたいんですか教祖に。あ、でも昔教祖なりたかったですね。そうなんだ。そう、だでも俺はその教祖向きじゃないなって思ってる途中から、やっぱりもっと神秘的なさ、なんかこう、なんかこう女性とかをなんか前に立てた方がいいような気がして、教祖的カリスマを俺は持ってないから。なるほどじゃあまあその3つってことでありがとうございます。はい、概要欄にあのAmazon のリンク貼っときますので、はい、じゃあとりあえず撮影終わりで、それでは。はい。